はい、皆さんこんにちは。不動産屋の山本です。僕はですね、普段シェアハウスを12棟運営してるんですけれども、今日はそんなシェアハウスについてのお話です。で、僕はですね、大体シェアハウスを運営するときに住民の子と一緒にシェアハウスの運営っていうのをやってるんですけど、なので住民の一人で代表者を決めて、その子と一緒にやったりとか、あるいはその住民の子に借り上げてもらったりっていうこともありますし、いろんなやり方あるんですけど、住民代表の子を立ててやったりとか、僕は裏に回って事務作業の方だけやることとかもあるんですけれども、的に僕がやってるシェアハウスっていうのは全部住民を誰か立ててやってるシェアハウスがほとんどです。で、なんでこういうことをやってるのかっていうと、まあ理由は実は3つあるんですけれども、1つ目、まあ、純粋に楽しいですね。結構自分一人でシェアハウスをやったら、割と自分のアイデアしか出ないんですけれども、住民の子と一緒にやると結構ですね、いろんなことができるんですね。例えば一人でやると、なんかデザイン界隈の人とかってあんまりいなかったりするんですけど、そのデザイナーの子と一緒にやると、デザイナー界隈の子はデザイナーがいっぱい入居したりとかですね、あとはフリーランスの子がすごい入居したりとかですね、全然違う人種の人と普段会わないような人と会えるっていうのがすごく面白くて、今僕がやってるシェアハウス12棟あるんですけど、12棟本当に全部違う人が、いろんな人が入ってるのがすごく面白いなと思っています。シェアハウスを行ったり来たりしてる人もいるので、そういうところがすごく面白いなというところで、まあ住民とやる理由っていうのは、まず楽しいっていうことが挙げられます。次、2番目、問題を一般化できるっていうところですね。これ何かっていうと、大体、まあ、大家さんと住民って利害関係が全く真裏なんで、結構拮抗するというか、対立しやすいんですね。なんか例えば電気すごい使いすぎじゃないみたいなことって、僕結構いつも気にしちゃうんですけど、そういう時とかは、いやいや、でももうこの電気の使い方はしょうがないでしょっていう人がいたりとか、これは確かに使いすぎみたいなところとか、結構ですね、自分一人で悩んでるっていうところがだん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 なくなって、これどうかな、どう思うっていうことを結構相談したりしてます。で、相談することで、確かにそうですねっていう人もいれば、まあこれは大家さん気にしすぎですよみたいなことを言われる時もあって、第三者の意見が入るので、問題が一般化しやすいっていうところが挙げられます。なんか僕とあなたっていうことで考えているところに、まあ私たちと私たち以外っていうところで考えられるのですごくいいなっていうふうに思っています。昔なんか僕がその住まずに管理してた時、言われたところですごく覚えてるのが、みんな困ってるんですこの問題に対してって言われたんですね。それ言われた時に、みんなって誰ですかみたいなことをすごく思ったし、実はその時に一番思ったのは、みんなじゃなくてあなたがクレーマーなだけで、あなたが問題だと思ってるだけなんじゃないですかっていうところを心の中でモヤモヤ思ってたんですね。でも実際に蓋を開けてみると、確かにみんな困ってたりとか、まあ逆に困ってない人も一部いたんですけど、こういうところがはっきりどこまでが困ってて困ってないかっていうところの線引きができなかったので、まあ実際自分が住み込み管理人になったりとか、住み込み管理人の子を置いたりして、住民の子と一緒にやることでだいぶ分かってきたなっていうふうに思っています。はい、3つ目はですね、住民をお客さんにしないっていうことですね。住民をお客さんにするっていうのはどういうことかっていうと、例えば皿洗いができてませんでしたみたいな時って、まあ自分がもう家賃払って、管理費払ってるから、教育費払ってるから、それで綺麗な家に住みたいって思ってる人は、なんかまず管理会社だったり大家さんに連絡するんですね。で、なんか皿うまく洗えてませんでしたよみたいな連絡来るんですけど、果たしてそれって僕に言うことかなのかって思うと、お互い自立した大人なんだったら、実はもうその相手に直接言った方が早いんですね。例えば騒音の話とかでも、いやちょっと足早いから気をつけてねみたいなこととか、直接言った方が実は早かったりするんですけど、なんかもうお客さん化してる住民だったりすると、これはもう管理会社に言おうとか、大家さんに言おうとかになっちゃうんですね。まあ、それぐらい自分でやれっていう話なんですけど、でもそれって実は大家さんの側、管理会社の側に設計にミスがあって、なかなかお客さんになっちゃってるっていうところがあるんじゃないかなというふうに思っています。
実際お客さんにならないと何ができるかっていうと、僕も住民のこの家賃ちょっと待ったりとか、例外がいろいろできるんですね。あの人にはこう言ってるけど、例外的に、一時的にこうだったらいいよみたいな話とかって結構できるんですね。滞納したら出てねっていうことを言ってても、例外的にこういうのが待てるよっていうことができるので、そういうところが住民のお客さんがしないメリットだったりもします。なので、大体ですね、住民の子と一緒にシェアハウスをやる理由っていうのは、もちろん住民の子とその気が合わない時もあるので、大変なことはあるんですけど、方向性が合わなくて大変なことはあるんですけど、それでもやった方がいい理由としては、楽しいと、2個目は問題を一般化できるっていうことで、最後は住民はお客さん化しないっていうところの、3つかなというふうに思っています。はい、今日の動画は以上になります。